皆さんは盲導犬を連れた方が来店されたらどうしますか？盲導犬の受け入れは法律でも認められています。しかしいざ受け入れるとなると疑問や不安が浮かぶのではないでしょうか。この動画では皆さんの様々な気になるを私、盲導犬ユーザーの推しのが解決します。今回は私たち盲導犬ユーザー、そして視覚障害者がこのコロナ禍において外出先で困ってしまうことをお伝えしたいと思います。どんな時に困ってしまうのか、そしてどんなサポートを必要としているのかをご紹介しますので、最後までご覧くださいね。私たち盲導犬ユーザーはお店の消毒液がどこに置いてあるのかわからなくて困ることがあります。手をかざすと自動で出るものや足で踏むタイプのものなど、いろいろな種類の消毒液があるので使い方がわからなくて困ってしまうことがあります。もし皆さんがお店の入り口などで盲導犬ユーザーを見かけることがあったら、声をかけて消毒液の場所や使い方などを教えていただけると助かります。私たちはソーシャルディスタンスがわからなくて困ることがあります。間隔を空けてくださいと書いた目印を貼っていますが、こうした情報は視覚的なものであることが多いので、私たちは見て確認することが難しいんです。この間も間隔を空けて列に並んでいる時に、前の人が動いたかどうかが分からなくて困りました。もしそんな様子を見かけたら、一人前に進みましたよというように声をかけていただけると助かります。このコロナ禍において犬から人にコロナがうつるのではないかという心配の声もありますが、犬から人への感染事例はありません。そして私たちはきちんと衛生管理を行っていますので、今までと同じように受け入れをお願いしたいなと思います。ここまで困ることを紹介してきましたが、実はどの困りごとも周りの方のサポートで解決することばかりなんです。このコロナ禍の中では声をかけることをためらってしまう方もいるかもしれませんが、私たち視覚障害者にとっては声をかけてもらえると嬉しい場面がたくさんあります。なので何かお手伝いしましょうかという声掛けをぜひお願いしたいなと思います。